古賀之士君。おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。まず質問通告の1番ではなく、2番の新生銀行について、金融担当大臣であります麻生太郎大臣にお尋ねをいたします。資料の1および2、ご覧いただきたいと思います。公的資金の返済に関する新生銀行の発表資料でございます。この中で真ん中に棒線が、アンダーラインが引かれておりますが、公的資金返済の具体的な道筋を早急につけるよう最善の努力を図りますと書いてございます。そしてこの点につきまして資料の2、実はこの点につきまして実は去年、麻生大臣に質問をさせていただいております。で、金融庁といたしましては、このアンダーライン、横棒のとこでございますが、公的資金の回収に向けて新生銀行がこれは継続して企業価値を高めていくことが肝要であると考えておりますので、引き続き経営健全化計画を適正にフォローアップしていくことが必要であると考えております。こういうご答弁をいただいておりますが、この新生銀行の発表はこのところずっとこの同じ文言が続いております。従いまして、もう一度今年も麻生大臣に質問をさせていただきます。新生銀行からの公的資金のこの回収のめどについて、現状、そして今後の見通しについて、麻生大臣からお答えいただけますでしょうか。麻生大臣。このお尋ねの新生銀行につきましては、これはもう、経営健全化計画に基づいて、企業価値の向上に取り組んでいるところですが、毎年の利益の積み上げが行われているんだと存じます。事実、確実ではあり、確実にある程度の金、長期利益が、まあ、300億とか400億とかいう単位で上がってきていることは正しいんだと思いますが、金融庁としては、この公的資金の回収に向けて、新生銀行は継続して企業価値を高めていくことが肝要なんだと思っているんですが、例えば公的資金の回収目標が約3500億なんです、3494億なんですが、そのためにこれを株で例えば回収しようとして出しますと、株価が7450円ぐらいにならんと、そういった額にはならんと。で、現状どうかといえば、昨日の終値が1240何円ですから、なかなかそこのところまで3倍ぐらい違っているということになっておりますので、そういった意味では、引き続きこの経営健全化計画をこうフォローアップしてやっていってもらう以外手がない、特に銀行、今のところ、金利差等々、低金利になったり、いろんな厳しい状況にもありますんで、これなかなか株価の価値も上がってきていないというのが現状だと理解しておりますので、引き続きそういったものが企業価値というものが上がっていくように努力していってもらうように、我々も支援をして、それが回収につながってくると思っております。古賀之士君。はい、ありがとうございます。企業価値を高める努力をぜひ続けていただきますよう、指導監督をよろしくお願いをいたします。で、資料の4をご覧ください。資料3を飛ばせていただきます。で、これは令和3年度以降のオーバーヘッドレシオについて書かれている欄がございます。横書きにいたしますと、右下の星印のところでございます。金融庁の参考人にお尋ねをいたします。このリストラの経費率を下げるように、これ、経営計画も立てられているわけなんですが、これ、下がっていないんですよね、むしろこう予定ですが、計画的にもこれ、上がっていくような状況が記されております。これについて、どのように金融庁は考えていらっしゃるのでしょうか、参考人に伺います。金融庁栗田監督局長。ご指摘のように、新生銀行の経営健全化計画におきましては、同行のオーバーヘッドレシオは、
令和2年度末から令和3年度末にかけて減少いたしました後、令和3年度以降については横ばいの計画となっております。これはオーバーヘッドレシオの算出に用います業務粗利益及び経費がですね、それぞれ結果として横ばいになるということでございますけれども、業務粗利益につきましては、銀行本体での個人カードローンの事業撤退に伴う個人業務での減少を見込む一方で、法人業務等の他のビジネスでその落ち込みをカバーすると。経費につきましては、重点分野へ経営資源を積極的に配分する一方で、事務効率化による経営抑制を見込んで、結局としてその結果として横ばいになるという計画でございまして、重点分野に、能力を注入することによって、結果としてオーバーヘッドが横ばいになっているということでございますけれども、金融庁といたしましては、今後とも業務効率化の状況については、フォローアップをしてまいりたいというふうに考えてございます。小林仁君。大変その金融機関も厳しい状況に置かれているというのは理解ができますし、また今お話のようにオーバーレッド レシオをなかなか下げていくということも厳しい状況にあるということも理解はできますけれども、計画の段階からですね、見通しからこういうその横ばいという状況をですね、許容していいかということになると、また話は別になってくるかと思います。ぜひこの辺は監督庁である金融庁としてもですね、もう一度この辺を見直すなり、あるいは計画をしっかりとチェックしていく、そういうことをお願いしたいと思います。それでは次の質問をさせていただきます。3番の通告に書いてございます。財政制度等審議会の答申についてお尋ねをいたします。まず麻生財務大臣にお話をお尋ねをいたします。資料の1と資料の5の1、それから5の2、ないし5の3、この辺にですね、先ほど述べました財政制度等審議会の令和3年度予算編成に関する建議、この概要を資料として添付させていただいております。こういったさまざまな予算編成に関する建議が行われているわけでございますが、これは先週の25日、答申されたわけでございますので、まだ1週間経っておりません。その中で予算編成に対しまして、大臣はどのような形でこの建議を反映させていくとお考えでしょうか。お尋ねさせていただきます。総大臣。今ご指摘でありましたこの財政審議会のこの25日のあれで、いろいろポイントありますけれども、新型コロナ感染拡大の防止、経済回復に加え財政健全化というこの3つ、3匹のうさぎを追えと、簡単に言えばそういうことが書いてあるんですが、私どもといたしましては、この令和3年度予算編成等に関する建議の趣旨は、私どもも経済再生と財政健全化両立をしっかり進めていくということを私どもこれまで申し上げておりますので、私ども趣旨にも合致しておると思っておりますけれども、いかにして次の世代に未来をつないでいくかというところがポイントなんだと思っております。従いまして、これまでの対策の効果などをよく見た上で、特にコロナに関しましては、最初の頃はとにかく資金繰り対策だけで終われましたんで、そういった意味で、ポストコロナを見据えたこの経済というものを考えるときに、構造変化への対応とか、生産性の向上とか、そういったものの支援というものに重点化していくと。同時に構造変化というものが起きておりますので、そういったものに対応していない施策というものを見直したりして、ワイズスペンディングとか、スクラップエンドビルとかいろんな表現がされておりますけど、そういったものを徹底してやっていくべきだと考えております。また国民に不安とか、安心を与えていないとかいう意味での社会保障制度というものを、これは次の世代に確実に引き継いでいくという責任を果たすためにも、これは受益、いわゆる給付、受益と負担というものの不均衡というものを、これ是正しないと、なかなかこの制度というものの
持続可能なあるものにはなりませんので、そういったものを確保するためには改革は必要だと思っております。でこのいただいた建議の中を踏まえまして、令和2年度の3次補正予算並びに令和3年度の本予算等々を、これ質の高いいわゆる将来を見据えたものにしてまいらねばならんと、今いい努力させていただいているところであります。小林仁君。三党を追うというですね、大変厳しい状況を理解させていただきました。改めまして、でその中でも資料の5の2、一番下の段落にございます雇用についてお尋ねをしたいと思っております。雇用調整助成金の特例は、経済活動の自律的で円滑な回復を図る観点から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、できる限り早期に段階的に縮減、廃止すべきという、こういう文言でございます。先ほど大臣が意味軸も不安ではなく安心をという言葉がありましたように、ある意味この1週間も経たない前に出された建議の中で、もうできる限り雇調金は段階的に縮減、廃止すべきという、こういう文言が書かれていることに対しまして、不安を覚える国民も少なからずいるのではないかというふうに考えますが、大臣はこの建議について、雇用の部分についてどうお考えでしょうか。麻生大臣。今、ご質問の話ですけど、これは対策の内容が決まっているものではまだありませんので、従いまして、総理の指示が出された考え方を踏まえて、今、目下検討している最中でありますので、これ、答えというわけではございません。小林仁君。では、ぜひ不安をできる限り避ける意味合いの、文言なり結論が出るように、期待をしております。それともう1点はですね、資料の5の4、こちらの持続化給付金や家賃支援給付に関して、資料には星のマークがついていると思いますが、予定通りの終了、または中小企業への特化が提言されていますが、第3次補正予算を含め、現段階ではどのように考えていらっしゃるのでしょうか。これは財務省の参考人にお尋ねをいたします。財務省主計局角田次長。お答え申し上げます。この建議におきましては、持続化給付金等は危機時における事業者の事業継続を支えたという意義があったと考えられるが、緊急時の対応であり、予定通り終了させるべき、仮に支援を継続する場合には、業態転換や事業の多角化といった前向きな取り組みを行う中小企業への支援に特化すべきと、議員ご指摘のとおりでございます。また、先般の経済対策の策定に係る総理指示におきましては、地域の中小企業の経営転換支援が含まれているところでございます。これらを踏まえ、新型コロナの下での経済の動向をしっかり見つつ、中小企業の支援のあり方について関係省庁とよく議論していきたいと考えております。小林仁君。ありがとうございました。それでは時間の関係で次の質問通告の4、金融庁検査および日銀考査についてお尋ねをいたします。まず資料の6、こちらをご覧ください。これはNHK の11月9日のウェブニュースにのコピーでございますが、第一生命元社員19億円搾取問題、3年前からの監視始めるも防げずと書いております。リードの部分ですが、第一生命の89歳の元社員が顧客からおよそ19億円を不正に集めていたとされる問題で、会社が社内調査の概要を公表し、3年前に不審に思った外部からの問い合わせを受けながらも、結果として被害の拡大を防げなかったことが分かりました。こういう事案でございます。で、こういった事例はですね、他の保険会社ではないのでしょうか。金融庁の参考人にお尋ねをいたします。金融庁栗田監督局長。お
お答え申し上げます。生命保険会社の営業職員による詐欺事件ということで申し上げれば、これまでもそういう事案は発生しております。しかしながら今回のようにですね、非常に長い広域間にわたって、19億円を超える非常に大きな額が、かつその当該保険会社が成績優秀者と考えていた職員によって実行されたということにつきましては、極めて特異であるというふうに考えておりまして、こういう点では他の保険会社では同様の事例はないというふうに今のところ考えているところでございます。ただこの事案も踏まえまして、金融庁からは各社自らが営業職員に対する管理体制を改めて検証し、必要な対応を図るように求めているところでございます。小川幸人君、はい、ありがとうございます。とにかく一人の、元の社員から顧客が、19億円というですね、非常に高額の、不正が行われていたということはかなり、重大な事例というふうに考えてよろしいかと思いますので、引き続き金融庁には各保険会社のチェックも含めよろしくお願いをいたします。それでは資料の7、次の質問に移らせていただきます。平成の22年の保険業法法の改正について、ここに小さく書いてございますが、認可特定保険業者について当分の間とされております。これは今後どのような検討を行う予定なのか、金融庁の参考人にお尋ねをいたします。金融庁古澤企画市場局長。お答え申し上げます。今の先生からございました資料の7にございましたと、ございます通り、認可特定保険業者の制度と申しますのは、旧公益法人などが平成17年の法改正の公布時点で、特定の社を相手に引き受けてた保険について、従前と実質的に同一の社を相手に同一の保障の内容を提供するという場合に限って、当分の間、行政庁の認可を受けて、これが受けることができるということとされているものでございます。先生のご指摘のように、当分の間ということで、その間の実施状況を見ているわけでございますけれども、現時点において、線の変更は考えてございません。いずれにせよ、認可特定保険業者をめぐる状況につきましては、引き続き注視をしてまいりたいと考えてございます。小川幸人君。平成22年の保険業法の改正からもう10年、そういう意味ではですね、この保険というものの、環境というのは、ずいぶんこの10年で変わりました。例えば災害、あるいはさまざまな保障も、少額から高額まで、ございます。そういった意味でのジャンルもそうです。ペットの保険と、昔では考えられなかったような保険も登場しております。そういう意味ではですね、今のところ考える見通しというか、いうのはないという、そういうご意見でございましたけれども、保険業法そのものというのは、これは大変多岐にわたって、なおかつ多くの保険や共済制度、これに関連する皆さんたちに影響を与えている問題でございますので、しっかりとこの当分の間、言ってみれば、言い方は悪いですが、放置したままでいいのかどうかも含めましてですね、注視ではなく、積極的に今、ここを見直していくという観点からですね、ぜひ金融庁の皆様方にはお願いをしておきます。よろしくお願いをいたします。それでは続きまして、先ほど頭に述べさせていただきました金融庁検査および日銀公社についてお尋ねをいたします。麻生太郎金融担当大臣に伺います。金融庁検査と日銀の公社との関係について、重複している部分があるという話も聞いておりますけれども、今後どのように整理をされていくのかお尋ねをいたします。
麻生大臣。これも先生ご存知のように、この金融庁は銀行法に基づきまして金融機関への検査というのを行わさせていただいております。他方日本銀行の場合はその独立性を有するという最後の貸し手として金融機関への控査というものを行っております。このように両者は異なる、もともと抱えております法人が違いますので、違うものでありますので、その点は今後とも一緒にするつもりはありません。日銀は独立した行政体でありますので、一方、金融システムのいわゆる安定とか公平とか、効率とかいう点を考えました場合、いわゆる目的を共有する部分もありますので、そういったことから金融庁の検査につきましては日本銀行と連携を進化させて、金融機関の金融機関側の負担の軽減とか、交差が入ってきて検査が入ってきて何とかというような話で、負担の軽減とかいうものが効果的なモニタリング等々を行うことが重要なんではないかと思っております。従いまして、今後日本銀行と論議を進めさせていただき、事実やらせていただいておりますけれども、金融庁の検査と日銀の控査との実施時期を少しずらすとか、一緒に重なると極めて煩雑なことになりますので、また金融機関が金融庁と日本銀行に報告をしております、経評データでも同じものであれば一元化するとか、そういったなどの具体的な取り組みというのを今もか両方双方で随時集まって検討をさせていただいている最中でありますので、そういったものが私どもとしては効率的にきちんとした監督なり何なりができるようになればと思って考えさせてことを進めさせていただいているというのは現状であります。古賀之士君。ありがとうございます。効率的なおかつ直接 その金融機関にも負担が必要以上にかからないようにというご配慮は大変ありがたいと思います。と同時に、本来聖域であるはずの日銀の独立性、こういったものもしっかりと配慮していただけると言質をいただきましたので、今後ともその日銀の独立性というものをしっかり担保しつつ、進めていただけるようお願いをいたします。それでは質問通告の1に戻らせていただきます。森友問題についてです。財務省の参考人にお尋ねします。現在小学校の用地はどのような状況となっているんでしょうか。更地で国に返却されるめどは立っているんでしょうか。財務省大鹿理財局長。お答えいたします。本件土地につきましては平成29年6月29日国は売買契約に基づく買い戻し権を行使した結果、国土省所管の特別会計の財産として国土交通省が管理する財産となっております。このため財務省としては詳細なお答えをできる立場にはございませんけれども、私ども承知しているところでは本件土地には工事業者が建設した建物があるほか、当該業者が実施済みの工事に関して留置権を主張し、建物および土地全体を占有するとともに、昨年末に 国を相手方として裁判所に調停を申し立てており、現在係争中であるというふうに承知しておるところでございます。古賀之士君。係争中であり、なおかつ今は、国交省の所管というように、伺ったところでございますが、麻生財務大臣、更地で返却された場合、本当にごみが埋まっていたか、どれほど取り除いたか、調査する予定というのはありますでしょうか。更地で返却された場合、本当にごみが埋まっていたか、どれほど取り除いたかを調査するご予定というのはありますでしょうか。麻生大臣。今、大鹿の方からご答弁をさせていただきましたが、この土地につきましては、平成29年6月29日に売買契約を最初の通り買い戻し特権というのがありますので、これに基づきまして国土交通省の所管する特別会計の財産として返還されるというところになっておりますので、したがってこの土地自体は
すでに私どもの財務省の所管の土地ではなくて、国土交通省所管の管理財産ということになっておりますので、これ財務省として少々このコメントする立場にありませんので、今度どうすると言われても、これは国交省所管の土地ということになろうかと思いますので、その点はご理解をいただきたいと思います。で加えて、この土地は建物を建てた籠池自身は金を払っておりませんから、従いまして、この土地にはその建物を建てた工事業者が建設したいわゆる物件というか建物がそこに残っておりますので、この業者にしてみれば代金をもらいたいというのは当然でありまして、当然留置権を、我々留置権があるんだというのを主張することになっておりますので、結果として土地及び建物は今その業者が占有しているということになっておりますので、この本件土地を調査するというのは今現状では極めて難しいということになるんだと思っております。小林浮人君。この土地のですね、中に下にどれだけのごみが本当にあったのかどうかというのは、かなりこの国会でも焦点になったと記憶をしております。またどれほど取り除いたか、あるいはトラックの台数が十分来ていたのか来ていなかったのか、ずいぶんと、その当時この国会でも論議になった記憶がございます。それが残念ながら分からなくなっているというこの現状は憂慮すべきものだというふうに申し述べて、質問を一旦終わらせていただきます。なおこの森友問題に関連しては同じ会派の勝部委員より引き続き関連の質問がある予定でございますので、よろしくご対応をお願いいたします。これで私の質問は終わります。ありがとうございました。勝部賢治君。